き合いのほどを願いまして、今寄席からいきなりこちらへ来るってえと、なんとなく雰囲気が変わりましてね。寄席のお客様はみんな正面向いてらっしゃるんですけども、こういう場合ですと形がこういう形になる。お客様おくたびれじゃねえかなと思っていろいろ心配をいたしますが、ご迷惑ですが一つ二席お付き合いのほどを願いまして、私なんかでももうだいぶ長いことやってるんですけども、テレビやなんかで見てる方、演歌さんいつまでも変わりませんね、なんてなこと言われる。とにもだんだんその気になってきましてね。で、改めて年を取ったなと思ったのは三平がしくり蹴ってからでね。まああれもバカに丈夫みたいな顔してましたけども、あれが病院へ入るちょいと前の日にあったんですけども、なんか顔がむくみましてね、目がランランと輝いてました。どうしてああいうふうになっちゃったかっていうと、我々の方は落語協会と言いまして、ご案内の三遊亭圓生師匠が呆れ返って出ちゃった方でね、こちらは出られた方でございまして、まあ、あれだっていろいろ都合があったんですよ。あちらが俺は辞めるって言った時に誰かが止めりゃよかったんですけどね。誰も止めなかったもんですから、戻ってくるのは面倒くさくなって向こう行っちゃった。その代わり男子だの新調はすぐ戻ってきましてね。一番閉まらねえな、うちの方の幹部の立花屋円蔵って方に、もう出てったと思ったらあくる日帰ってきました。一日だけ副会長になっちゃいました。まあ我々の方はいろんなことを言ってますけども、この頃は困るのは、喋っておりましても言葉が通じないなんて言葉がありました。これはまあ有名な話ですが、亡くなりました桂文楽という方が、若旦那ご道楽の末にご感動になりますなんつって部屋と降りた、たら楽屋へ聞きに来た方がありまして、先ほどその文楽さんが言った言葉がわからねえって。なるほどそうですね、今若旦那って言葉ありませんで、若旦那ってのはプレーボーイって、道楽は趣味ですからね、感動が蒸発となった日にはやっちゃやらんねえ、バカバカしく。原稿おう、おめえの道楽か、おらジョロゲーだな、なんてから、なんとなく落語の導入部門として入れるんですがね。今結構な道楽のジョロ会が両方なくなっちゃいまして、つまんねえ世の中になっちゃったですね。あんなものなくしたな、上近一子って方でね、昭和33年の3月31日に亡くなったんです。なぜ私は覚えてるかっていうと、その次の日の4月の1日が私は真打ちになった時なんでね、これ一番よく覚えてる。上近一子って方は国会の真ん中へ立ち上がりました。あんなものは必要がありませんって、そりゃてめえはババアだからいらねえだろうね。こっちはなかなかそうはいかないんです。ですから昔我々が芸人になりました時は、今あんまり芸人って言わないんですね、芸能人ね。昔芸人になるって言うと、親なんて呆れけってうち追い出されたもんですよ。我々は今のやつはどんな落語家になりたいん、テレビ出たいんですなんてバカみたいなこと言ってきゃ、我々の時はテレビも何もないんですからね、なんとかして真打ちになろうなんて思って入ってきた。で、一番先に教わったのが博打ですから、亡くなりました古今亭新章なんて人が道座会住んでおりました。坊主おめえこれ知ってるか、なんて知りませんって、来なきゃダメだよなんて、死んだ燕さんとか市場さんとか小判事さんとかね、そういう連中がみんな2階上がりました。で、新庄さんが先頭に立ちました。で、あのこの電気の玉下の方へ引っ張ってくる、ね、昔は良かったよ、下へ電気が来たんだからね。え、今はもうこれご覧なさい、どうにもならないでしょ。蛍光灯じゃ屋根ごと持ってこなきゃならない。それで真ん中に座布団に引きまして、表へバレちゃいけねえってんで、その上へまたこの風呂敷をかぶせましてね、灯火管制みたいな格好になる。で、4枚札並べといて、とんがれとんがれとんがれなんつって、で、こういうものを教わったのが芸人なんだ。ところが今これやるってと警察に捕まってってね、唐草模様の風呂敷1枚で追い出されちゃいました。で、その後がお女郎会なんで、最後は芸者衆とのお遊び。で、今芸者衆と寝てるってとテレビの番組を下ろされちゃうんですから、芸人も安心しちゃう、息ついちゃいらんなくなっちゃう。ですからあの我々仲間でもそうです。昔は楽屋なんかではみんな博打やってたんですけど、今そんなことやりません。中に下かぶりしてるやつは将棋指してましてね、将棋なんてのはあれ、ね、舞台上がる前にやるもんじゃねえんだ。あんなものは落ち着いてね、いっぺんあの鶴なんとか温泉っての行きました、私は名人戦見に、すいません、あの落語にいちいちあの本人は知っててもズバッと言わない場合もあるんですけど、でそこへ行きましたらば、将棋盤が違うんですな、我々の方のやつ。我々のはこんなまな板みたいんですけど、向こうはこんな大きなやつでね、下にげんこつが4つついてました。で、真ん中にこう時計をお持ちになった方が「どうぞ」なんて、で「どうぞ」って言われると先手になったやつがピュッと刺すのかなと思うと、なかなか刺さないんでね、偉そうな顔して将棋盤見てる。あんなもの何分見たって同じなんですかね、なかなか手が出ないんです前へ。
後ろで見ててじりじりしてね、よっぽどおっぺしてやろうかと思ってたら1時間27分経ってやっと横のね4つ目の歩が前に出ただけなの。あんまりバカバカしいんでケチしちゃった。ほらどんなうめえ人がやろうとまずいやつがやろうと歩なんてのは前に押しゃ出んだ。あんなものね、それ偉そうな顔して1時間27分かな。私なら1時間27分ありゃ8番ぐらい打てますからね。その代わりうちの将棋は早いでしょ。ほらなんつって終わっちゃう。中にはその何もしないうちに負けちゃうやつが、私が先手でございます。分かってますよ。先手っていうのは先に打ちます。分かってんだよ、うるせえな、早くやれよ。じゃあね、俺守りから行くよ。お前うるせえからね。どうだ、王様の前へ飛車だ。この野郎中飛車的やった。怖い手だね、こら嫌いなんだ俺この手。このうち飛車道が開いてくる、角道が開く。飛車が上がってくる、角が上がる。ケツから馬がくっついてくる、銀が来る。飛車の歩を払う、飛車で払われる。飛車で取る、角で取る、馬が来る。金を払われる、王様の頭へ金で。ああ、俺の負けだ。バカなやつがあるもんね。相手は飛車真ん中に持ちただけで負けちゃう。中には取った駒なんぞ前へ置かねえでみんな閉まっちゃうやつがある。お手はって言うと、やだおめえ取るから、取りゃいいね。前へ出せ、こんだけだ、こんだけだ。随分あんな、随分あるぞ。何がある、金が2枚に、銀が2枚、馬が2枚に、飛車が1枚、王様が1枚の歩が。この野郎ペラペラって異例のこと言っちゃったけど、今何つった。だから飛車が1枚、その後だよ。王様が1枚って誰の王様だよ。誰の王様だよって、おめえの王様だよ。この野郎いつ俺の王様取った。俺がさっき大手飛車取り行ったらおめえそうはいかねえって飛車が横に逃げたじゃねえか。あん時俺王様取ったんだよ。どうも俺は今日の将棋楽だと思っちゃった。おめえの王様ねえな、うん、取られるといけねえからしまっちゃった。この野郎どこにしまった、猿股の中。取れませんよ、両方で金が守ってるから。くだらねえこと言ってた。これはまあ我々の方の遊びで、この頃はまあ会社の五十躍球なんか、昔はお料理屋さん呼んで落語を聞いてなんていうお客がいたんですが、この頃はそうでなく、あのゴルフ場なんかへ我々を連れて行きました。で向こうの社長に、これね、ああ僕が地域にしてる演歌だよなんてなこと言ってね。でみんなやるんで、お前も機械買ってやるからやれなんて言われて、であの銀座ゴルフってとこ連れてかれてね、大人用じゃダメらしいんだ、私なご婦人用をまた短くしてね、それで買ってもらって行ったよ。で行った以上やらなきゃいけねえと思ったけど、いっぺんで来れちゃった俺。腹っぱの真ん中に出てってちっこけな玉心置いといてね、であの耳かきの親玉みたいの持ちして「社長何してんですか」って、こうやるとまっすぐ玉が飛ぶってや。あんなもんでまっすぐ玉が飛ぶなら日本戦争に負けてやいねやね。第一玉だってあんなに撫でられてりゃしまいに大きくなっちゃうよ。思い切り玉張り倒すと玉もひっぱたかれるのが痛いからどっかいなくなっちゃう。で後から大勢で探してあるよ。探すくれえなら投げねえと置いときゃいさ。で見っけると騙しながら連れてきた穴の中に玉がスポッと入るとニヤッと笑って、スケベな遊戯ですな。会社の五十躍球社長さんになるってと、ご自分のオフィスへ一本や二本お入れになって、社員の方にいろいろ教えてる方が、何がね、あ、社長別に用はありませんか、なぜお前そういう入り方をする、人間ってものは常識があると喋り方が違う、なんだ、あ、すいませんがね、あのこの紙にご飯いただきたいんですが、俺んとこ食堂じゃないんだよ、紙の上ご飯なんてやれないよ。つまりですね、この書類にハンコをしてもらいたい、でこれを粋に言うと、この紙に、ご飯をちょうだいと。お前はね、そんなこと言って喜んでるからいつまでたっても出世ができない、ね、頑張んなきゃいかんよ。ところでどうだ、やっとるか。はやっとるか。なんですか。いや、やっとるかねって言うの。それはまあ女房をもらうものは前は随分やりましたが、家内をもらってからやってると変態と間違える。お前何の話をしてるの。俺はゴルフの話をしてんだよ。あ、ゴルフか、手つきがよくね、こんなことやる。教えてやろう、教えてやろう。ちょっと持って出てこい。あのな、左の方で持つ、左。左。あのな、俺から見てこちら側が左だから、お前から見てこちら側が左。だから俺の場合はこっちが右でこっちが左。お前の場合はこっちが左で、まあいいからこっち並べ、この野郎め。そうそうそう。でね、ただあの親指持つんじゃないんで、こう前出してくな、そうそうそう。出したら右の手で包むようにして持つ持つ、そうそうそう。持ったらこう平行になってごらん。足はほんのちょこっと開こう。小野の道風の姿を見てパッと驚いて柳の枝に飛びつるく、カエルくらいだな。ゴルフにカエルが出ますかな。ほじくりゃめめずだって何だって出てくるよ。肩の骨抜こう。なんつか。いや、肩の骨の力を抜くんだよ。骨は抜けるわけないんだよ。で、目はキョロキョロしなくていい。目はお前の前に玉があるね。
や、お前の前に玉があるだろ。それはまあ男ですから。何でしょう、男ですから。その玉を思いっきりパラくんだよ。目を回すようなことはありませんかな。そこがゴルフの醍醐味だな。よほど丈夫な方がいらっしゃるんだ。この野郎またぐらい見てなだに泣いてやる。バカ、違うんだよ、前に置いてある玉だよ。あ、こっちの玉ね。どうもおかしいと思ったんだ。あんなもんが引っ叩いたって飛ぶわけがねえと思って。第一、あれは取り外しが効かねえ。バカ野郎。だからお前は人と付き合ってもなかなかいいところへ連れて行けんのよ。この間もそう。社長、私はこの年になるまで麻雀をやったことがありません。ご協同を願いたい。お前にしちゃ珍しい言葉だ。よかろう、うちへ来たまえ。家内と僕と娘と君と4人で麻雀の卓を囲んだ時にお前なんつった。ガラ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 かき回しながら、社長みたいにこんなにお金をお持ちになってる方でも麻雀の粗悪心をお買いになることがあるんですか。僕は長い間人と付き合っとるが麻雀の粗悪心なんての聞いたことがない。どういう意味かねったら、お前一つつまみ出して何にも印刷してないやつが入ってますと申し上げました。それは君パイパンというんだよと言ったら、お前はそこでケケケと笑ったろ。笑うだけならいいが、笑いながらうちの家内の顔見たろ。お前はあれでもうお前の出世は止まっちゃったんだよと。小言は小言は、座っとれ。あ、誰かね、人事の林でございます。入ったまえ。失礼をいたします。社長、ご多忙でありませんか。いや、多忙でない。ご多忙でなかったらお願いがあります。ちょっと待ちたまえ。伊藤君、これが教養だ。わかるかな。は、ご多忙を知っとるかな。何つか。いや、ご多忙を知っとるかな。社長は何かって言った私のことをそういうふうに頭から教養がない、教養がないと選別をなさいますが、なんだいその選別ってな。バカにすることであります。その辺から違ってんだよ。バカにするのは軽蔑ってんだよ。選別ってのはどっか行くときもらってくんだよ。軽蔑されるほどご多忙を知っとんのかね。はあ、ご多忙というのは熊谷の名物で、入ったおそくの野郎。あれはご多忙だ、バカ者。ご多忙もご多忙もわからない。ご多忙お忙しくありませんかと入ってくる。お前さっき何て言った。島で知らないでしょと入ってたろ。それだけ違うの。何かね。はあ、先日入りました新入社員ですが、社長にご挨拶伺わせようと思っているうちについつい遅くなりました。今全員次の部屋に待たしてあるんですが、会っていただけますか。いや、会いましょう。社長といえば親も同様、社員といえば我が子も同様だ。は、恐れ入ります。から近頃わしは年のせいか頭悪くなってな。さようでございますな。お前もあんまりいい学校出てねえな。俺が頭悪くなったなと、お前がさようでございますなったら、俺はそのまま農業行かなきゃ。そうじゃない、僕は謙遜してね、人の顔と名前がなかなか一致せんのよ。だから今日は別に全部来られなくてもいいから、お一方ずつお目にかかりましょう。あ、さようでございますか、恐れ入ります。今社長にお話を申し上げたら、社長はご多忙でないので本日はお一人ずつ会ってくださるそう。小野寺君、君からご挨拶を申し上げろ。さあ、ご苦労さん。さあ、ご苦労さん。その絵文掛けみたいな方どうにかならんのかね。初めて、お目にかかりますが、私はこうのこのたびかい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 、おい、誰かうなこわかなんか持ちちゃれ、大変かいがってるから。いや、このたびかい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 じゃ入れていただきました。おの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 馬なんかどうでもいいんで、生まれたところを聞いてる。まあ、生まれたところはとう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 、会社に鶏なんぞ連れてくんなよ。いや、生まれたところはとう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 、東京と京都と。何よ。いや、生まれたところはとうとうとう、東京と京都と。お前二箇所で生まれたの。お前とこのお母さん頭を東京で出して、で京都行ってからポコリと産み落とし、後からお産婆さんたらい持ってくっついて、そんなバカなことない。あの生まれは東京と、そんならわかるんだよ。東京と京都と切るからおかしくなっちゃう。東京都、東京都。おい、誰か水も来ちゃれ、おい。この人目回しちゃった、おい。水止め、水止め。ありゃありゃありゃ、うるせえ、この野郎。お前とは島になったらゆっくり会いましょう。次の方、どうぞ。いや、ごめん。あなた社長さんですか。申し訳ありません。わしは今度会社へ入った小山証言チーム。わしも一生懸命やるつもりです。君も頑張ってもらおう。いやー、愉快っすな。ごめん、誰だあんなの連れてきたの。あれのが俺より社長らしいじゃねえか。次の方どうぞ。どうぞ、失礼いたします。社長さんでいらっしゃいますか。社長ってほどのもんではありませんが、責任者です。ああ、篠本の。いや、篠本じゃない、当会社の責任者。失礼をいたしました。この度入社させていただきました中澤信夫と申します。どうぞよろしく。おお、中澤君、ご出生は東京です。おお、東京どこで生まれました。向こう島です。いいところだな。長井家具先生好まれて木刀木田をお書きになったところで、ご両親は、は、共に健在でおります。
いい言葉だな。わかるか、は。いや、はじゃないんだよ。お分かりかという。何がですか。ご両親は健在だよ。あら、これこの野郎また変な驚きかね。分かったの。へえ。ご両親は健在だと妹さんはアルミサッシかなんか。お前何考えて喋ってんの。じゃあ何か、おとご両親が健在で妹がアルミサッシでおじいさん屋根瓦かバカ野郎。健在というのはお達者ってことだバカ野郎め。もっと常識を持って喋れ。ご兄弟は、あ、残念ながら一人っ子です。いい言葉だな。残念ながらったって別に君は兄弟を作ったわけじゃない。たまたまお父さんお母さん夜鍋の残業が足りなかっただけの話。趣味は何かね、は、趣味は何かね、は、別に汚れはないと思いますが、ちょっとボキャブラリーの不足だな。趣味わからんかね、君の好きなものを聞いとるの。失礼いたしました。2番目が鍋焼きうどんです。2番目が鍋焼きうどん。2番目なんかどうでもいい。一番好きなものを聞いとる。ですから2番目が鍋焼きうどん。一番好きなものは言えんのか。言えんことはありませんが、大きい声じゃちょっと恥ずかしい。小さい声で言ってみたまえ。失礼します。札幌ラーメン張り倒そこの野郎。札幌ラーメンでオクターブ下げるなよ。俺の言ってんのは野球はどうだ。は、野球。おじいさんは背中へ6つ据えておりましたが。野球じゃねえんだ、野球。あの長島知っとるか。は、長島。あ、角の八百屋のおじさんです。全然分かってねえな。落語はどうかね。は、落語。え、山に登ったことないですから怒ったことないです。いや、あの山から落語するんじゃないんだよ。講談はどうだ。は、講談。自分のうちは親代々のうちでありますから、別に住宅講談は関係ありません。お前たまにはお金出して寄席行ってこいよ。全然シャレが通じねえな。あのね、もういいや、あの、じゃあ何屋節どうだ。は、何屋節。いえ、うちは代々確か煮干しを入れておりますが。いや、お身をつけた味を出すんじゃないんだよ。何屋節わからんか。わかりませんな。あや太郎知らんか。は、あや太郎。あら、あら、知ってんのか。ええ、こないだ先輩に誘われまして。おお、偉い先輩だな。なかなかご趣味の白い方だ。うん。で、行って隣に座ったのが綾太郎で、また話がおかしくなってきたな。綾太郎がお前の隣に座るわけないじゃない。私はあなたみたいな好きよって、今夜返さないわよ、キューってバカやろ、それ。それは芸者の綾太郎だ、バカ。ろくなもないな、帰ってこい。社長、だんだん怒っちゃったよ。次の方、どうぞ。言われた時に、かのとこん、にっこと笑って立ち上がり、社長の顔見て言うことにゃ、これは社長で、こんにちはと。大変感じのいい方多いおい、誰かお茶差し上げなさいよ。君の名前は何という。姓が田中で、長太郎。お、田中太郎君とおっしゃる。お父さん、お母さん、ご健在ですか。母は我が幼少の森、この世を去り、今はの際に母ちゃんが、がんぜない子の手を握り、母ちゃん、これから行く先は、遠い冷たいあの世とやら、後への残り飛行のこらの。そんなことはどうでもいいやね。お母さん亡くなったの。お父さんは。あの父ちゃんは大東亜戦争で、戦煙る戦火の中、敵の弾丸雨あられ、親父めがけてガバと当たったのか。弾がよけていきました。お前もまともな学校行ってねえな。日本の言葉でガバトってのは当たったこと言うんだバカ。ガバと弾がよけたってのがあるか。お父さん何をしてる。国の狩り屋でトンテンカンと。うまいね、おい。ご兄弟は。姉が一人に弟が一人、弟僕より年が下。当たり前だろ。お姉さんは。あの姉ちゃんは大東亜戦争で。好きだね、大東亜戦争。戦煙る戦火の中、敵の弾丸雨あられん、姉もめがけてガバと。また避けた。今度は当たって名誉の戦士。うまいね、その話が全然合ってないんだよ。男はお父さんだから兵隊に行けるよ。お姉さん女で行かないでしょ、兵隊には。姉は従軍看護婦よと。うまいな、おい。この男の月給上げてやるよ。生まれはどこだ。横蔵を訪ねくだされた。それほど大げさなもんじゃねえかね。あの領主は西郷森、土壇街道は小原の在、本名長岡忠次郎で、生まれた村が国定村、難民救う人がために赤城の山へと立てこもる、小松五郎の鞘走る、にっこり笑った伊達男、国定忠次の出たところ。長いよ、おい。何か、お前の生まれたところは群馬県か。
ちょいと離れた埼玉県上海町の浪曲社長でございます。私はそのね、新作落語っていうのはね、大嫌いでね、はい、で、古今亭今助さんっていう方が、どうも小山さんっていうのは新作が大嫌いだから、あれを洗脳しなくちゃいけないと言うんで、その今助さんが、それは古典というものはその、よくできてるから面白い、新作は面白くないものもあるけど、それは今日新作を作る、これが明日の古典になるんだからってことをね、それはそれは今助さんの熱弁を振るわれる。僕はね、それに大変反対を唱えてる男なんです、つまり作った新作はね、どんどん捨てていくべきだというのは僕の考えなんです。ところが、はい、この事業中であるとか、はい、この浪曲社長だとか、はい、私はもう何度聞いてもこれはもうね、新作とは思えないですね、古典ですね、完全に。そうですね、この浪曲社長を作りましたのは昭和24年度なんですからね、時も僕から大変にその新作を作るのは自分でもことによったら名人じゃねえかなと思うぐらいね。で、山の穴穴が昭和23年代、でこれが24年 で同じ年に月給日ができた。でこの辺でもう私の才能も止まったんですね。ずっと早く止まっちゃった。でもずっと止まりっぱなしで、本人は御殿になったんだ。演歌さんっていうね、はい、言うとご先代の演歌さんね、はい、その袴をこうやってヒヤッと出てきた、はいはい、方は越後の方、ね、そうですね、新潟県、当時の新潟中学校ってんですから、はあ、相当学問があったらしいですね。中学で大したもん、ね、昔話し家で中学なんて出てるのいませんね。あ、今大学出てきて話し家になってるバカ多いですけどね。で演歌さんがだから、そのこれからも坊主の遊びで出てきますけど、はい、昔っていうものはこの吉原でこうである、でその本部屋というのがあって、このエビフライというものが作ってね、これエビフライが英語で、はい、イートしか言えないんですね、新潟の方ですか。でそれで売ったのは前って今でも、まあ、今でもけど、鈴木米若って方ですね。あ、そうです。本来ですと佐渡へ佐渡へと草木はなびく、ところが新潟の方ですから佐渡へ佐渡へと草木がなびく、その通りね。これで方売れたんですよ。ですから鉛っていうのもね、使い方にすると相当鉛ありますね。味がある時がありますね、はい、ただ東京の人は、まあ、私のうちなんかは東京でも何回かいまして、私は東京の言葉しか知らないんですけど、東京鉛ってのありますね。ある、はい、例えば芝屋へ行くとか、それからおぶい絞ってんですね。おぶい絞って言わないんです。で舞台へ出ますとね、おぶい絞って言うとね、今のお客さん笑うんですよ。あ、笑いますかね。なんかすごくね、その東京の言葉でないものを我々が使ったように、タバコボンって言わないでしょ。タバコボン。タバコボンって言います。そういう言葉がだんだんなくなってきますからね。だけど風呂敷のことを風呂敷なん、どうしても風呂敷というもんでないと落語にならない。そうですね、風呂敷だってと、なんかこう、物を包むだけのものみたいに、そうそう、風呂敷ってといろんなものに使えますからね。なんかね、はい、そんな感じ。だから言葉がだんだん変わってくると、やっぱり話し方も古典落語なんかの場合困るでしょう。やったら、つまり年をお取りになった方がね、新しいものを好んでくれて、今は逆に若い人が、生きがってその古いものを聞きたがるわけです。あ、なるほど、ですから、あ、小粋だねって言うと、もう小粋わかんないですかね。あ、なるほどね、それから小股の切れ上がったなんてわかんないですよね。そういうことはたくさんなくなっちゃうんですけども、やっぱり今まだうちの落語界っていうのはお年寄りがご存命中の方がいらっしゃいますからね。もうみんな77歳との84歳っていうのはうちの最高ですからね。で二人が喧嘩してるんですから、我々にはとってわからないんでね。いや、でもああいう事件があると周りの方は困りますね。私今の落語協会の総務部長ってのやらされてるんです。本来なら、私がその新聞紙上なんか喋んなきゃいけないんですけど、私ああいうことあんまり、そのこっちがなんか喋ると、なんていうんですか、こう言い訳してるみたいでしょ。だからもう一切ですから、落語協会団ってのは一つもなかったんですよね、今回のことはね。三遊亭圓生師匠の方からのことはたくさんありました。なるほど、はい、で小山さんもね、その最初は仲裁するつもりだったんだけども、ね、だん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 腹がエスカレートしてきたらしいですね、はい、そんなことでなんかね、はい、随分
もうだから炎章さんもあれですよね、ここへね、ちょうどあの事件のあった時に、あの1回目炎章さん、2回目小三さん、3回目炎章さん、4回目小三さんと交互に一周おきに来ていただいた。で、炎章さんに今回のことについてってお気づかーっとおっしゃいました。で、翌週小三さんいらっしゃるから、炎章さんはこういうことでこうこうこうで先週、でそれはあなたってんで、これ小三さんはこうで、そのまたこの次の週に炎章さんね、でまたこの小三さんはこうこうでっていうんでね、ここでもってね、1回おきに聞かせていただいた。ところがこれ両方聞いてみて、要するに何のことはない林家正蔵さんと三遊亭圓生さんという人は子供の頃から仲が悪くて、これが結局大義名分が出てきたんでなったというだけ、まあ、ただね、あの今まで落語界いろんな騒動がありましたけど、あんなでかい新聞に載ったのはですね、私の兄弟子の家長が交通事故で死んだ以来なんですよ。だからやっぱりなんかそのいいことはあんまり出ないんですね。悪いことだとポーンと出ますけど、でもあれってあのまた落語界が良くなったんじゃないんですか。あの圓生師匠の方の会もお客様を呼んでらっしゃいますし、それからあれから落語よく知らない人も落語って何だろうって寄せお見えになりますからね、今日あたり今もう、私ここへ来るの本当は新宿末広の鳥なんですよ僕ね。でもこっちの方が前からって言われてるもんですから、で向こう早めに上がってたんですけど、それでももう満席になってましたからね。ああいい傾向ですね。もう大変なもんですね。それならいいですよね、はい、なんかやっぱりそういうせっかくなんかあった時にはそれがいい方向へ行けばね、はい、これに越したら。であの今日みたいにこうお客様方がですねじっくり聞いてくださる回と、まあ、それからあのホール落語ってありますね、ああいうものばかりやってると今度はねあの、下手すと落語なくなっちゃうんじゃないかと思うんですよ、うんうん、田舎から、まあ、例えば来ますわね、上野の駅へ着きますねと鈴本へ入ってきて古典ばっかり聞いてるお客様4人まで聞くと表出てタバコ吸ってるんですよ、分かんないんですよ結局ね。だそれはあの今日は客が悪いって言ってる方が悪いんでね、うん、やっぱり、まあ、嘘でもお客様ですから、うん、だからそれに合わせる方が僕はこれからの落語はいいんじゃないかなと思う。それは昔から、うん、あの芸人は下手も上手もなかりけ、はい、行く先々の水に合わねばありますね、ということは言いますからね、はい、まあ、これから聞いていただくお話の中でも今日は若い方も2、3いらっしゃるんでこういう場所ですよとかこういうことですよとあのご説明を申し上げるのは逆に言うとですね、お年を召してる方でもお遊びになってない方が多いんですよ。つまりあのお内緒って俗に言いますね、これ分からない人いるでしょ、お内緒ったってね、お内緒ったら例えばここへこう、まあ、今お酒運んでくるのは調理場から来ますけど、昔の女郎やってるのはお内緒にこう流し鉢ありまして、でそこにこうお湯がどこの中沸いてて、でそこへお酒入れてこれを持ってくんでお内緒から何本届きましたよということなんです。そういうことだって今の人分かんないでしょ。それ分かんないのを分からせるような顔して聞かせるっていうのは大変卑怯なんだね。ああ、そうですよね。はい、だから、なるべくもう、私今の予備校で落語よくやるんですよ。あの予備校の生徒ってのはもう頭こんなこちこちですからね。そうすると大学の先生もお気つかなめさんやなんだ。あの方たちがね、まあ、演歌団来て一席やってくれっていう。これ特別講義なんですよね。落語じゃないんですよ。でその代わり女郎会の話してくれって。変な学校で、ところがね、それが一番いいんです。物を考えなくて済むから。あ、生地の話やっちゃうと、あれからどうなんだろうとかね。いや、今いますよ、そういう人。あの落語で下げやっちゃってからね。あれから演歌さんどうなんのなんて人に。それは俺にもわからねえ。それはそうでしょうね。まあそんなわけでね、はい、あのこれから古典落語の坊主の遊びでございますけども、はい、まあ、これは一つ今日お客さんもちょっといろんなあの知識をお持ちの方いらっしゃいますので、はい、その辺よろしくどうぞ。どうもありがとうございました。昔はまあその郭なんていいところがありましてお遊びも多かったんだそうですね、まあ、吉原なんてところ行くと大変におつなだと言われたんですがね、本当の遊びっていうのは品川の宿場あたりが一番良かったんだそうです。であそこはその、この仏様をお祭りする坊さんも行っても良かったんだそうですね。なぜかっていうと芝増上寺がすぐそばにございます。つまりお坊さんの禁欲をあまり激しくしちゃうと物事が丸く収まらないってんであそこだけは良かった。ですから当時あそこへ遊びに行けた人がつまり坊主頭の方なら良かった。で昔は坊主頭になるのはお医者さん、まあ、これはあの全部ご手当てて頭丸めるそうです。それからまあ僧侶ですね。でその他にご隠居をなさいました方がこれみんな頭丸める。ですからあの我々が子供の時分には医者は医者でも薬箱持たぬ薬御用ならたもとにござるなんてなことは歌がございましたが、あれは薬箱を持ってる坊主の方が医者で何も持たねえ坊主の方が本物の坊主とこういうふうになってんだそうです。
中には二重坊主もあるんでしょうがね。で吉原ってところはまた別なところで、あそこはまあ寸州というんですか、ただいまの静岡県の方から移ってきたというんで、そのお女郎屋と一緒に紙屋さんが大変入ってきちゃいました。で紙屋さんがこの水の中へ和紙ですから紙をこうつけておきます。でこれ東京の言葉でしやかしておくというんですね、つけておくこと。でこれ紙屋の若い人はこのつけている時間だけ用がない。でどうだい、中ちょいとしやかしてる間に行ってくるかいってんで、これがしやかしという言葉の語源だそうでございます。で明日の朝になるってえと、吉原田んぼんとこ、ゆうべどうしたバカな持ってかったよ、父おめえ。このチンコないと憎いわよ、なんて詰めちゃった。どうだおめえはどうしたい、俺もバカな持ってかった。じゃあ明日の晩も来よう、なんて。みんな若い子がどん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 田んぼんところに喋っていくんで、田んぼん中のカエルがすっかり覚えちゃって、みんな集まるやい。なんだい、人間が吉原遊びに行くからカエルもおじょろか行こうじゃねえか。あんまり聞いたことねえな。聞いたことねえったって行こうよ。行くやつ集まるやい。エボ行くか、おめえ。エボはよした方がいいんじゃねえかな。嫌われるといけねえや。殿様も行く、赤も行くか、うん、おめえもいいな。雨も行く、みんな揃って行け。バカにされねえように人間みてに立って歩け、なんて。帰りがこんなのって吉原入って。さすがに悔しおったけ、にぎやかだね、にぎやかだね。おめえどれがいい、俺ね、5人いるうちの真ん中のいらんがいい。おめえは、俺も5人いるうちの真ん中のいらん。お前は、俺も5人いるうちの真ん中のいらん。聞いてみようか。若石さん、若石さん、へへ、お呼びでございますか。あのお前さんのところにね、5人いるおいらんの真ん中のおいらんは何てんだい、手前どもは3人しかおりませんがな、5人おりますのは前のうちですがって、気がついたらカエルが立ってたから目が後ろにあったってんだから、話があるもんでございますが。でお酒を召し上がるってと、ああいうところへお出かけんだ。でこれは別に若い人ばかりいらしたわけじゃない。あの里を一歩入りますってと、おじいちゃんという言葉が禁句でございます。ご年配で奥さんかなんか亡くなられてお一人で寂しがってる方でも、あの里へお遊びに行くってえと気が晴れて心がウキウキをする。70過ぎたいのご老体でございますが、大変にかくしゃくたる方で、ご自分一人でお遊びに行くのは慣れるからってんで、いつも町内の床屋の大将を連れて遊びに行く。でこの床屋の大将というのが普段は大変いい方ですが、お酒を一杯召し上がるってえと人間が変わっちゃうという方、俗に言う酒乱ってんでね、我々の仲間にもいますよ。酔っ払ってくるって言うと、もう人に喋らせねえで、てめえでペラペラ喋ってね、大体この次第の手が効かなくなるんですね。こういう普通の人はこう酔っ払っててもこう乗ってんの、シュランって方はこれ大体怒ってくるで、目が座っちゃいましたね。でこれでしくじって旦那のところへしばらく来られないんで、しょうがないんで旦那のところへ謝りに来るなんてところから幕が開きまして、分かったいいよ、お前さん人間ってのはね、言い訳をするようになったらもうおしまい、いいかい、人間ってのはあの人はあのくらいの人だからこういう付き合いをしよう、あの人はこのくらいのことをするから向こうがこのぐらいの人を来てくれるんならこっちも返そう、これが人の付き合いってんの。お前さんの場合は別に私は何も付き合わなくたっていいんだ、この近所に床屋はお前さんだけじゃないんだよ、だけどお前さんは面白い人だからって連れていくの、普段は実にいい人だ、お酒飲んじゃうってと殻はだから、いやだから話だけ聞きなさい、お前さんがこの前嫌がられたの知ってるかい、お前さんは自分で酔ってるうちはいいんだよ、そのうちに人の悪口を言い出す、床屋さんのくせに八百屋の悪口を言う、前の下駄屋の悪口を言う、だんだん友達だっていなくなっちまう、しまいに自分で寂しくなってくるからそばにいる芸者に絡む、芸者衆も面白くないから遠く行く、お前さんだけ人をポツンと残される、今度はそれに絡んでくる、分かったろ、だからお酒をね飲んじゃいけないって言うんじゃない、もう飲まれちゃいけないってことなんだよ、だから私はだからそういう人とは生涯付き合わないってこの前自分にそう思ったんだね、私の心に決めたんだから、もういいよ謝りに来なくたっていいんだ、さあさあ帰っておくれ帰って、もうそう頭ごかしに言われちゃうってとどうにもならないんですが、実はうちへ帰りまして旦那しくじったっつったら、うちのかみさんがお前さんあんないい人をしくじるようではもうこの先見込みがないから、すまないけども荷物をまとめさせて返してもらうからって、かかあにそう言われまして面目ないんです、昨日もちょいと前を通ったんですけど、旦様いらっしゃいませんで、若旦那様だけさっきからもう6回ぐらいこう通って、もうしょうがないんで今命がけてピャッと飛び込んだ、もう二度と酒飲むようなことはいたしませんの、一つ今回のところはご了見を願いたい、いやご了見じゃないんだ、お前さんはその私の前で飲まないったってそうはいかないでしょ、表へ行きゃまた暴れるかもしれない、だから私はお前さんと会ってなきゃお前さんの暴れるとこ見ることはないから、だからいや要はもうお前なんか付き合わない、来なくてもいい、それは結構でございますから、許してやると一言だけ勘弁してる、ええ、実はもうどういうわけですか、この紙すりを持ってまして、お客様のこの額やなんかこうやっておりまして、またなしくじっちゃったらどうしようかなと
心配するってと、この触れるんですな。こないだも伊勢屋の旦那が来た時に、どういうわけだかちょうどあの頭、失礼でございました、旦様と同じようにご手厚なすってるんで、あの時偉いことをおっしゃったなってんの、3回ピピピピって触れました。で、3つこうツーッと傷口ができました。あ、しまったなと思ったら、今度は耳の方へ来ました。これは危ねえと来たら、その鼻の前、危ないのお前さんは。こんなことだったらもういいから一発、パーッと旦様に謝って、お前、頭ごかしに、お前なんだ、うちへ来なくてもいい。もう、出入りは禁止。だから許してやるよ。この一言を聞きたくて、受けたまわって。まあ、一つ、今晩のことはご勘弁のほどお願いたい。何がいいか。私のことを心配してて、伊勢屋の耳切っちゃったってか。そりゃ悪いことしちゃったら、勘弁してくれ、勘弁してくれ、そのくらいの治療代だったら、私は持たせてもらうよ。うん、お前さんのね、その今の一言と、私はもう、今までの古いこと、パーッと忘れちゃった。許すも許さないもない。昔通りのお付き合いをさせてもらうよ。ね、またね、しょっちゅう、旦那、遊びに行こうよ、誘っておくれ。へっ、許していただけますか。まあ、どうぞ、恐れ入りません。へっ、じゃあ早速、うちに帰りましてね、カカオを愛し、お前ちゃんが来なきゃこの年をして一人で遊びに行けやしに行けやり、出かけようとするとせがれ夫婦が、おじいちゃんお出かけですか、ちょいと行ってくるよ、どちらへ、吉原へって言えるかい俺が。誰か来ねえかなと待ってるところへお前が来たんだよ。ちょうどね、今今日はせがれ夫婦が出かけてるんで、ちょっと出かけないかい。でも今カミソリを一応研がしたなご男子で、これ今じゃあ店へポン、それはね、それはいけない、お店行っちゃうってえと、しゃばっけが出て、お前また出てこられなくなっちゃう。ね、そのまま行こうじゃん。はい、どうですか。じゃあ、お許しをいただいたついでに、おんぶに抱っこ、余ったらさせていただきまして、今晩もお供いたします。そうかい。私だってね、何もこんなことは言いたくないんだけど、一人で出かけるってのは垂れるもんなんだ。いや、はい、世界の夫婦帰ってこのうちに行こうじゃん。番頭さん、へいへい、ちょいと出かけてくるよ。お、これはお出かけでございますか。どちらの方へお出かけでございます。いや、どちらの方へお出かけでござんす。何かい、一家の主が出かけるのにいちいち番頭に断らなきゃいけないかい。そういうわけではございませんが、若旦那様お帰りになりまして、旦那様どこへお出かけになった、存じませんでは一家の束ねをいたします。番頭としての役目が相つまりません。恐れ入ります、お出かけ先をお知らせ願いたい。偉い偉いね、番頭さん偉いよ。お前さんいつからそんな偉くなっちゃった。大変偉い偉いから、ちょいとそこまで行ってくるよ。ちょいとどの辺でござんしょう。こいだこのやら、ちょいとせがれが帰ったらこう行ったってない。ちょいとこうどちらの方へ、だちょいとこう、橋を渡ってこのずっと馬道から奥の方へ、知ってやらこのやら、やな野郎だの。あのね、せがれが寝ちゃったら、お前さんだって別に野暮な男じゃないんだ。これでね、夜寝だけでも飲み、帰るだけでも恐れ入ります。じゃあの若旦那様お帰りになりました。大旦那様どちらへお出かけになりましたって、ちょいと今日は千住の方へお出かけになった。最初からそれ言えばかよ。ゲソ回してくれ、ゲソ回してくれ。じゃあ頼むよ、いってらっしゃいませ。なんとなくこのね、うちを出てくるまでがね、これ落ち着きがなくなって、ほら見ろ、番頭が変なこと言ってから向こうから孫が帰っちゃったよ。これから女郎が行こうってのに孫に会うとは最先よく言うな、これは。どうった、ん、マキアンとトメさんとこで遊んでったか。いたずらしなかったか。いい子いい子。じいじ、ちょいと買い物に行ってくるからな。何を買いに行くんだって。おめえにちょいと家飲むの買いに行ってくんだよ。坊にも持ってきておくれて、取り外しが効かねえんだからな。じゃあ、まあいいか、行こうよ。旦那も嫌いじゃねえね。72でしょ。72で上楼会行くってのは決死隊だね。昔のドドイツに、年は取っても浮気は山のはずだよ、先がねえってのがあるがね、変なこと言うなよ。だけどなんだな、人間遊びに来るってのはウキウキするもんだな。夕べの女、今頃どうしてるかな。ちょっと振り返った途端に、後ろの方に柳がある。見返った途端に柳があって、見返り柳。ずっと土手になっているどんなバカ野郎でも、これから遊びに行こうと思うから、鬼門の獲物の一つも直す。坂になって獲物坂。江戸町、京屋、揚げ屋、賑やかだな。ちょい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 と言ったらしい。ちょいと言ったらしい。ご相談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 。難しいご相談じゃない。ちょいと言ったらしい。あんたも3回待ってんだよ、3回。何べん回ったって同じなんだよ、このところ。ちょいとご相談が、これ言ってらしいって言って。嫌だよ、やだ、ちょっと。ね、だからこんなことです、こんなこと。ね。いや、だからさ、中のことは番長、私を任して、パッと上がっちゃおう。ね。口開けなんだから、パッと言っちゃうじゃねえか。ちょいと見てごらん。
お前とあんまり遊んだことなさそうだからよくわからないんだろうがね。紙が貼ってあるだろ、紙が初見せって書いてあるな。初めて女がこういう店へ出るのは初見せってんね。こういうのは情があるよ。お前さんが初めて上がってくれたんだから私は本当に、見受けされたんよなんつって、俺は金がないよ、それじゃ私が年が明けるの待ってておくれが謝ってると思うなんつってね、お前さんの神さんになるかもしんねえからさ、ちょっとこんなもんでやだよこの野郎。この前も俺はそれで騙されちゃったんだ、お前に初見せだってから上がったら印判の間に七年いたってるバカ野郎。そんな俺はうなぎの主みたいなやだよ。ちょっともう一回りしたらいらっしゃいよ。大将、ちょいと、ご相談、ちょいと。これが吉原の風情だな。野暮な男には分からねえだろうが、あのネズミ泣きでチュッとやられるってえと、遊んでるやつにはこたれるわな。今日はどうだい、あんまり小さい小店、ケコロあたり行ってバカにされる、大店へ行ってわっと使って、ああ、あのバカ野郎を大臣の風吹かしてやらなんて言ったら面白くないから、ここのうち、大門次郎。そんなに大きくなさそうだが、ここのうちで今晩ごやかになろうじゃ。今夜私は旦那のお供でございますから、旦様が右を見てらってば右向いてます、左を向けてば左向きます。だからあんまり一杯飲んじゃいけないって言うんじゃない、あのおちょこでね、二ちょこか二ちょこぐらい。もう今日はもうまたこの前の件がございますから、一切お酒なし、もう今日はお茶で我慢して、でまあ夜の方の何だいその夜の方ので、まあ、こちらの話でございます。ここでいいかい、ごめんよ、厄介になるよ、らっしゃい、お二方さんご案内。声がかかります。まあお忘れになった方はご案内の通り、吉原の入り口のところがドーンと開いておりまして、土間があって、その上がそのまんまの階段になっております。自分の姿が映るようなピカピカに書いてある階段をトン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 、お世辞を後ろに引きながら上がっていく、右左と廊下になっております。手すりになっていて、表側の方が全部これが内庭になっております。奥の方が各部屋、本部屋もあれば回し部屋もある。中にはその三畳のところに真ん中に屏風が一つありまして、真ん中に五色の電気がついてる、二色半ずつで明かりを分けてるなんて部屋がございます。まず引き付けて部屋へ通される。この間あるところで引き付けてところへ通されましたら、あら吉原行くと最初に目回すんですかってやつがありました。これは引き付けというのは、ただいまで言うてとおいくらですかって、まず最初に値段の交渉をする場所でございます。これやり手というおばさんが上がってくる、お茶を持ってまいりました。このお茶が先ほど申し上げましたお内緒から出るお茶、これはもちろん大変にあったこうございますが、その横にお菓子がついております。ご当家みたいいいお家ですってと出されたお菓子、我々でもパクパク食べますが、吉原なんといって菓子食ってるような間抜けなやつはいませんので、もう菓子より先に他のものをなんていうの考えてますから、お菓子だってもう2ヶ月半ぐらい前の菓子。これをまた訳分かったような顔をしてばあさんがお盆に持ってまいりました。いらっしゃいます、今日お二方様ご初の登竜だそうでございまして、まあ恐れ入りますでございます。いえ、まあ何でございます、いえ、またいえ、はい、今なんて、まあ嫌だって、てめえ一人で喋ってました。お遊び慣れた方と見えました、ご苦労さんご苦労さん。あのな、これはねおばちゃんの分、はい、どうなんか恐れ入ります。いきなり男入りなんて野暮な遊びはしたくないな、わっと騒がしてもらおうじゃないか、さようでございますか、大昼間を取ってもらおう、うん、そしてな、太郎とね小雪がいたら呼んでやっとくれ。いやいや、私の名前なんて言わなくたって、来ればまたお分かりになるだろうから、それから盗作がいたら呼んでやっとくれ。うん、こんとこ工作ちょいと体の具合が悪いさ、盗作と工作二人呼んでやんな。それからのお豆ちゃんたちはね眠くなるといけないから、あの大福かなんか買ってやってね。あ、それから私の連れはあんまり飲まないから、お酒は私だけがいただきます。あとは芸者衆と花魁衆、いいね、万事頼むよ。声がかかりますってえと大城前へ参ります。後ろに金屏風を背負いまして、ご自分の半分寝る布団の半分ぐらいあろうという布団の上へどっかとお座りになります。二度前がつきまして、大きなお杯をお持ちになる。花魁が恥ずかしそうについだり、カムロがついだりするやつをなめるようにしてお酒を召し上がる。でこのお酒を召し上がるときに、このお客は本当に遊びを心得てるのか、それとも知ったかぶりをしてこういうところに来てるのかってんで、ここで分かるそうです。俺はまあ吉原の昔の旦那に聞いたんですが、どういうふうになるんですかって言ったら、お金があって心に余裕があってご自分でお遊びになってる方は杯がこちらへ来るんです。我々見て貧乏人はてめえの方が杯に迎えに来ちゃう。あたきにサイズがですかどうもなんていうの、これはもうダメなんだ。旦那様はさっきから一杯か二杯召し上がって大変に
お酒の上のいい方と見えまして、あから顔になった上、ニコ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 お笑いになりながら芸者衆が踊ります。もみじの端かなんかが終わって騒ぎになる。騒ぎが終わるってえと、わっと騒ごう。浅い川なら裾までまくれ深くなるほど帯を解くなって、あんまり女学校で教えないような踊りになる。みんながわー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 騒いでいるうちに、先ほどのその床屋の大将の方、最初のうちは前のしくじりがありますから、今晩しくじった日には町内にいられなくなるなと思うから、ちいちゃなおちょこと一杯か二杯飲んだ。ほらまあ私もお酒召し上がりますんでよくわかるんですがね、あの酒飲みってやつは一杯飲んでもうそこでおつもりだよなんてやると嫌なもん、逆らって二三杯飲みたくなるんです。この人が一杯か二杯飲んでるうちはよかった。どうせ今夜ここへ寝ちゃうんだからってんで、大きな茶碗に開け始めた。これが目につかねえうちに瞬く間に五六杯開けちゃった。野郎すっかり元に戻っちゅうねん。川ならそまでまぐれ深くなるほど帯を解くってやら、しみったれ野郎、そんなに濡れていけねえ気分なら最初から着るなバカ。踏んでくれよ、てめえが俺の相方、ひでえ顔してやるね。名前はなんてんだ。頼りです、ご無沙汰みてえな顔しやん。あれが今日の旦那の相方だい。顔の長い女だね。顎をじっと見てると額忘れるね。馬があんどんくわえたって歯は長かねえ。旦那、今晩それがおめえが抱いて寝る女かい。ケツの冷たそうな女だ。おめえはいつの間に始まっちゃったんだ。あの皆様が静かにお遊びになってるんだ。お前も愉快に遊ばせてもらえ。何言ってやんだよ、一人でいいと言いしてジョロケ来られねえもんだ、俺釣り好きやって何言ってやんだ。ケツの冷たそうな女だねってどこが悪いんだい。冷たいもの抱いて寝たかったらジョロケなんぞこねて、うち帰って水がめ抱いて寝ろ。一時しやがって、竹継げ。ないか、皆様がお遊びになってる。静かにしろ。脅かしやる。大きな声で驚くかい。貧乏人のせっくじゃあるめえし。何言ってやる。おめえの頭でな、何俺んとこの職人が辞めて泣いてったか分かんねえんだぞ。この野郎変な言いまがりつけてやる。なんだその俺の頭で職人が辞めてったってな。何言ってやんで。普通の野郎だったらな、下の方からカミソリ持ってきて上上げて下へ下ろしてくれゃスッと行くんだい。おめえの頭真ん中でえぐれってやんじゃねえか。上から持ってきてまた下へ戻してまた上やってまた来るんだい。それが嫌だって何やめたか分かるか。なんだ何だ。両方がパーッと立ち上がった。そこはもうお遊びの心得てる場所でございます。太鼓持ちは真ん中へ割って入るってえと、だなだなだな、場所は悪くなる、場所が悪くなるんですよ。電柱でござる、電柱でござる。万事お任せ、万事お任せな。お大将、大将お静かに願いし、皆さん喜んでお遊びになる。大将、大将、俺がいつ戦に行った。しょうがねえな、この人。あのね、周りが静かになってる。ちょいとお前静かに。うるせえ。何よ。しょうがねえよ。階段から落っこっちゃったよ。よろしいことですか、ほっといて。そうですか。あ、ベッド出してやってくれ。お帰りだよ。へい、ありがとうございます。どうバン塩でうまいってやるって、正面。申し訳ございません。いやいや、私の方が悪いんだよ。あんなもの連れてきてごめんごめん。勘弁しておくれよ。私はね、あの治ったと思うから連れてしちゃったんだ。なかなか人間ってね、一足で治るわけのもんではないがね、結構勘弁してくれ。あ、それからあの豆ちゃんたちだいぶ眠そうな顔してる。みんな返してやってくれ。あ、ご苦労さん師匠。どうもどうも。値段がたまたね、あの近々に遊びに来るから。あ、どうもありがとうよ。松葉屋から今度はお願いしよう。やどうもご苦労さん。はい、ありがとう。どうも。はい。ご新居のお支度ができておりますが、どういたしましょう。そうかい。今からまあ。ここ入りってんのもなんだがね、ついてはちょっと休ませてもらうかい。先ほどの旦那でござんすが、暴れておりました時に、懐からカミソリが落っこってまいりました。危ないんで取り上げておきました。どういたしましょう。バカやな、しゃ、いや、気違いで刃物ってから、これ私が預かりましょうね。どうせ明日か明後日あのバカまた謝りに来て、同じことなんだよ。人間は繰り返しだからね。じゃあお部屋の方へご案内をつかまつりましょう。いやいやいや、なるほど、静かに。
ちょっとすっかりな、騒いでるうちにね、時の経つのを忘れるってやった。中の情緒はこれだよ。ゆうりんさしゃりゃよチャリーンだからあの金棒聞いちゃった日じゃね、うち行けるの嫌になっちゃう、本当に。まあまあいやいや、あここかい、どうもそれ言います。おや、まあ結構なお部屋だね。あこちらがで、向こうがご新居かい。はい、どうもどうも、本日はありがとう存じます。お相手をさせていただきます。どうぞよろしくお願い。もうあなたが私のお相手。お名前は木更木と申します。木更木さんかい。こんな年寄りだが、まあ、今晩一つ何分よろしくお願いいたしますよ。誠に申し訳ございませんが、本日に限りまして貸しの連中が大勢で上がっております。下の座敷で騒いでおりますが、あちらに回しを取らせていただいてよろしゅう存じ。うんうん、いいんだよ。この年になったら別にそんなことだけで来てるわけじゃない。何なんだ、何の時にしてくれだね。私の方は何して待ってるから、うん、あの何しないでね、何しておいで、また来た時に何しよう。なんだ、わけわかんなくなっちゃう。まあお遊びになった方はお分かりでございましょうが、あの吉原の里なんてところはお隣に女の子が寝ていても寝られないし、いなきゃなお寝られないって。しけ中引けを大引けときます。辺りがシーンとしてきて、庭へ落ちてくる枯葉の音がカサッと聞こえるようになったら、あんな寂しいとこはない。今まで騒いでいたところがシーンとなって、旦那のところだけは女が来ない。旦那は目がますます裂いちゃって、タバコばかりパクパクする。それまでつまっちゃう。つまらねえな、俺だけだよ。隣はうるせえや、さっきからそんなところに手入れちゃくすんってって。どこに手入れてやんだよ。俺にも手入れさせろ。ああ、とこやね、やらバカみたいに怒ってケチめやがるし。はあ、女は来ないし、こんなことだったらこんな遊びひねで孫におもちゃでも買ってやればよかった。ジョロ屋の2階で孫のおもちゃの心配してるようじゃん。ほら成績良くねえや、ほら。あ、おや、来ましたよ。ねえ、来たとなるってえと起きてるのはみっともねえ。嫌だよこのじじい、いつまで仁助起こして起きてるよなんてやれちゃみっともねえから、一つ寝たふりしてやろうかな。正月が来ようが、ぷが来ようがなんてね、ついたこめ三秒あら、ちょいとおじいちゃん、ちょいとおじいちゃん。おおいおい、おい、なんだよおじいちゃんってのは。あのな、おじいちゃんって呼ばれたかったら俺はこんなとこへ来なくたら、うちでみんな言ってくれ。何言ってんだおじいちゃんだから、おじいちゃんだって。夏がにね、貸しの連中は行きだね。さあ遊んだら引き上げるぞ。泊まりも何にもしないでさーっと帰っちゃった。もっとも明日の朝早いんだってさ。一人で寝るのは寝るんじゃないよ。枕だって担いで横に立つなんてどどいてあるから。いや、いや、あっちにもお客さん待たしてたんだよ。なんつってんだよ、来たんだ。あっちね、断っとくけどね、おじいちゃん嫌いなの。それと坊主が嫌いなの。あんた両方兼ね備えちゃってるから。今晩仲良しちゃ嫌だよ。あてじゃ眠いから寝かしておくれよ。おい、おい、やだね、つけべじ。年寄り嫌いなんだし、年寄りは嫌だよ、坊主は嫌だよ、坊主は嫌だよ、年寄り嫌だよ。このやバカにしやがって、客を客とも思わねえ、寝ちめやがる。なっ、言ってやん、年寄りは嫌だ、坊主は嫌だ。俺だって生まれた時から年寄りじゃねえや、バカに。最初は若い時があったんだよ。年を取るから年寄りってんじゃねえ。別に頭かつらかぶって減ったわけじゃねえんだ。坊主が嫌なら嫌だと最初から言え。土台客をつるふらかった目の顔は、廊下へ出てケツでも振ってやるっちゅうね。なるほど、長え顔だね、あのやら言ったけど、顎を見とると死体忘れるっつったよ。あのバカ野郎はカミソリ置いて蹴っちゃうし、こっちは寝れなくなっちゃったし。何の因果で夜中に死ね吸ってなきゃなんだ。汚ねまみえだね、おめえのまみえは。まみえは三夜の三日月まゆげってんだぞ、おい。な、そのお前のまみえまゆげを一つピュッピュッてやってやろう、きれいに。
ね、ゲジゲジをほっそりしてやるんだ。動くんじゃありませんよ。動くとおじいちゃん素人だから手切っちゃうからね。静かに言う。うたたねえわが毒だなんちょっとわわわほら見ろ、向こうから見たら向こうっちゃゲジゲジで、こっちはおめえピューってきてな、動くんじゃねえぞ。いや、なんなよバカ野郎、寝返り打ち上がってこの野郎、見ろ半分なくなっちゃったじゃねえ。直すのは難しいんだよ。これこっちの方がちょっと長いかな。めんどくせえ、こんなものは生地あるからほら見ろ、綺麗になっちゃった。さっきまであそこにこう眉毛があったから、あれから向こうが死体だなって分かる。こんなのっぺらぽんになっちゃった。里芋みたいな顔になっちゃった。明日の朝起きたらな、よくてめえで後悔しろ。鏡見て、いいかい、眉毛捉えちゃった。昨夜のお客様だな。おのおのという字を書いても浮かむりという屋根がつくのが客手時代。バカにしろ、何言ってやる。年寄りは嫌だ、坊主は嫌だ。てめえが嫌なら俺の、おめえさっき引っかかる言葉使ったな、坊主は嫌だってたな。おじいちゃん寝らんなくなっちゃったからな、一つお前も嫌な坊主になってみるか。頭キレキレしてやろう。よほど腹が立ったんでしょうな。ただいまのご婦人方の頭と違いまして、縦正午なんてんでこんな大きな頭言ってるとこに口腔蓋が何本もある。これを一本一本丁寧に抜くってえと、ご自分の手ぬぐいをピャーッと水で絞っておいて、頭油とザブッときてジャリ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 、人が見ていたらもう背中の背筋がカッとくるような光景を一人でやっちまって、中庭へ髪の毛を全部捨てて、さあ一寝入りして帰ろうってんで寝ようとした瞬間、いけねえ、おいらん一人坊主にしちゃったよ。こらえれことしちゃった。恐れ入りますが、手前どもでは坊主では店へ出せられません。お使いお連れ帰りを願いたい。俺んちは坊主は俺一人でいいんだよ。法事をやるんじゃねえから、総坊さんばかり集めたってしゃあねえ。蹴っちゃう、あの野郎が土台こんなもん忘れていくからいけねえ。何もねえだろ。若い衆、へい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 、これ寝ぼけるんじゃねえ、寝ぼけるんじゃねえ。あんな、すまねえ、ちっといい思い出しちまって、俺のゲソ出してくれ。へい、お客様、お相方どんな方でした。顔のねえのが、長いのがいたろう。あ、木更木さん、しー、おいら疲れてんだ、よく寝かしてやってくれ。またな、近いうちに裏返すよ。これはおめえの小遣いだ。へい、ありがとうございます。お近いうちにどうぞ。あー、生きてえな。遊びってのはあれだよ、言葉ばかりペラ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 喋ってるやつはろくなやつがいねえってか。あ、いいな、また別だね。おいら疲れてんだ、寝かしてやってきな。また裏は返すよ。これはおめえの小遣いだ。ピャーッと蹴っちゃったよ。これで同じ所でガリ食らうな、俺だよ。何言ってセライさん、お客様お帰りですよ。セライさん、ふわーい。いや、ふわいじゃありませんよ。お客様お帰りですよ。お帰りですよ。ちょっとまた人言ってくる。ああ、やだよ。まだこんなに暗いうちから人を起こしやがって。だから年寄りの客が嫌なんだよ。あいな、うちでも嫌がられてんだよ。あっと飽きるよ。した真っ赤に燃えるような長襦袢、伊達巻を胸高にキュッと締めて、桜髪を懐ここまで縁になってる。こっから上何もねえんですから。遠くから見たら丹波宝石の化け物みたいなのが来る。うわーっとしたっとゾクッとしちゃい、おかしい、ゆうべあったよ、どっか落っこちちゃってるね。ねえ、私は時々酔っ払うと何か落っこですから嫌だ。やだよ、ケンちゃん、お客様帰ったってまだいるよ。よろしいようでございます。これから果物など差し上げますでございます。芸能鑑賞会91回目をこれで終わらせていただきます。ありがとうございます。